destroy. You're the one for me. I'm the one for you. Not a story. All the shit that I love you need. He's the one for her. She's the one for him. Look at this nice story. Yes, that's what it is. One and only. さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ今回はジョイント10作目、2012年リリースの作品見ていただきました。
この頃からパートが始まるカットのこのイメージカットなんかも結構こだわるように、光がこっちから差してるからとか結構こだわるように編集っていうものも作り込んでいってる頃になります。なのでまずこう滑りのカットの前に僕のスノーボードスタイルこんな感じですっていうのをパンパンパンって見せながら、この大好きなショートターンでカービング見せるっていうのは、そんな頭になっていきますけれども、カービングの違いとしては結構鋭く速くっていう意識がどん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 強くなっていた頃だなと思います。で、速く滑るにあたりこの谷回りの部分で捉えてカーブっていうのをそれまでは考えていたんですけれども、そのポイントをターンピークにもう意識を変えること、谷回りでやってたことをターンピークに持っていこうっていうふうに思ってたことによって、ターン入り口からピークまでのスピードが速まっていったことと、ピークでグーっていうふうにパワーを貯めたのを山回りで解放して切り替えに向かう板の走りに使いたいなと思っていたので、このピークから山回り、そして山回りから切り替えに向けて、ここがすごく速くなる。なので入り口からピークまで、でピークでグーって貯める時間がちょっとあるんだけども、その後またスピード感が出るっていう風に、谷回りでやっていたことをターンピークにちょっと遅らせることによって、いろいろなタイミングが合わせやすくなってボードを走らせるスピード感を出すっていうのがターン入り口でもターン出口でもできるようになってきた、そういうものに取り組み始めた頃かなっていうふうに今思うと滑りの方が見えます。この当時意識してたのは、とにかくターンピークでしっかりと乗っていく、そこからしっかり踏んでいく、こんな意識が強かったので、谷回りはあくまでもスピード感を持って通過して早くターンピークまで行きたい、そしてそのターンピークから抜け出てくる時に、特に僕ヒールサイドで乗ってるのが結構苦手だったので、腕、特に前腕を思い切りグーっていう風に開くような感じでヒールサイド仕上げていく、そうすると前足をしっかりとうまく使いながら、そして後ろ足もしっかり踏んでいきながらターンアウトがヒールサイドでできるので、そのスピード感っていうものが結構使いやすく作りやすくなっていた頃になります。ヒールサイドの山回りターンの抜けを良くするために、前の腕を大きく使うことによってターンアウトを意識していく、そんなテクニックで乗っておりました。で、ターンピークでしっかり乗っていこう、踏んでいこうってなった時には、やっぱりボードのセンターよりもちょっと後ろ寄りにいたいっていうふうに思ってたんですね。で、後ろ寄りにいることでその後のターンアウトがテールの反発によって出やすくなる。なのでターンピーク左右両方とも、フォーサイドヒールサイドともど真ん中よりもちょっと後ろ、そんな意識でポジションを取るように滑っていました。逆にこれ今だと、これ非対称に乗ってるから両方とも同じタイミングで同じところに乗らない方がいいよっていう風にちょっと教えてあげたいですね。ヒールサイドの方がちょっとポジションが前になるっていうのも受け入れてあげれば、もっとボード自由に動かしていけるのになっていうふうに、今だったらちょっとアドバイス教えてあげたいですね。で、この10作目のパートっていうのが僕も結構気に入っているので、カービングのシーンもそうだし、ライディングしながらトリックをしたりとか、ちょっと雪質柔らかいところ、そしてガッチガチに硬いところ、両方でのカービング、フリーライディングっていうものをしっかり見せていきたいなっていうふうに作り込んだ作品なので、ショートターン、ロングターン、そしてターンからカービング、カービングしながらスラッシュ上げる、そういうようなカービングありきのボードの遊び方、トリックの入れ方っていうものを、スピードとキレ感を落とさないように組み入れたいっていうふうに、この10作目は特に考えていました。なのでショートターンからのバックサイド180っていうものが、ちょっとカメラアングル違いで 2,3 カット出てくるんですけれども、この辺のトリックが僕大好きでやっていた次第です。そしてこのラストカット、リバースカーブですね。リバースカーブ5年ぐらい前にちょっと流行ったりもしましたけれども、2012年の頃からこのバックサイド180をうまく取り入れることによって、リバースカーブっていうものに持っていくっていうのを、僕の中では面白くてこの頃やっておりました。今回も見ていただきありがとうございました。